はい、こんにちは、トリハッピーです。ご視聴ありがとうございます。明けましておめでとうございます。多分ね、これお正月にアップすると思うんですけど、現在は12月の31日の夕方6時、まもなく40分か。そう、ちょっとね、数時間お出かけということで今高速走ってます。で、まあ動画はお正月にアップするんですけれども、皆さん明けましておめでとうございます。今年はどんな年にしたいですか？まあ人に聞いといて言うのもなんですけどね。まあ自分はちょっとまたね、マイペースでちまちまやっていけたらいいなっていうのと、2016じゃないや、去年が2017か。2017の反省点としてはね、ちょっと、まあ、動画に対しては全然やってなかったっていうのもあるんで、もう少しねペース上げられたらいいなっていうのはあります。まあ、ただね、毎日投稿しますとか言い切っちゃうとね、なんかそれがノルマみたいになっちゃうのが嫌なんで、あくまでもマイペースで可能な限りやっていきたいと思います。で、ロケ地周りとかね、中古屋さんなんかも2017はもうほとんど行かなかったんで、まあ、ちょっとね時間見つけていきたいなっていうのは考えてますし、まあなんだろうね、あ、これくだらねーとかね、なんかそんなアイデアは結構浮かんでたけどやんなかったの。やってたのはね、2015年だったんですよね。意味風とか、なんか、手試してきるみたいな。そう、そんなのもね、頭で浮かんでるけど、実際、ああ、ちょっと撮影はいいや、みたいなことでやんなかったのが2017だったんで、まあ、今後もちょっと思いついたらすぐね、行動できるような状況にしたいっていうのと、本当に今、ね、大掃除の動画もちょろっと出したんですけど、とにかくね、物が今すごい。で、だんだんね、歩ける場所がね、なくなってきてるんで、まあ、遊ぶやつは手元に置いといて、ちょっとね、しばらくいいかなっていうものに関してはまた箱にしまって倉庫に持ってったり、ちょっと整理してます。で、まあ、倉庫もね、まあ、昔からちょっと見てくださってる方は分かるんですけど、はい、そう、借りてたコンテナがね、解約してからの荷物全部今ね、お家の方にも持ってきてパンパンになっちゃってるんで、その外部倉庫っていうのはね、ないんですよ。およそ 2km 先、東京インター直進です。右側2レーンをお進みください。そう、それどこまで言ったっけ。そう、それでね、荷物がパンパンな中今整理していくんで、本当昔あった倉庫版ってパズルゲームみたいな感じ、隙間にあったら物を詰めていくみたいな、そんなのをね現在も進めてて、ちょっと今撮影してるスペースもね、あれ限られてるんですよね。もうちょっとね、ズームアウトできるようになれば、もっと大型のアイテムとかね、複数の何かを並べたりとかっていう撮影はできるんですけど、もう今あそこ映してる画面の外っていうのは非常にヤバいですよね。およそ 1km 東京インター直進方向、首都高速ターメンで右側2レーンをお進みください。そうね、動画撮ってる方々がね、みんな口揃えて言う画面の外はすごいことになってるけど、まさにそれです。もう危ねえ、前の方すごい。そんなわけでね、現在は今大晦日、まもなく直進方向、首都高速方面で右側2レーンを進みます。大晦日だからって普段とね変わらない日常なんですよね。そう、正月だから何っていうのもあるしね、日朝がやらないっていうのですごい憤りを感じて。ここからおよそ1キロ先までは十分運転に注意してください。どうしましょうかね。で、12月の頭にちょろっと覗いたチャンネル、1km 両替料金所です。そう、55,555人になってて、すげえ嬉しいなと思ったら、月末には57,000人達成してました。もう本当に皆さんマジでありがとうございます。深くお礼を申し上げます。そう、もうできればね、もうここまで来たら、まあ、あとね倍の時間かかると思うんだけど、金の再生ボタンが欲しい。今2014年から始めて、ね、今のこの数字なので、まあ、あと倍はかかるんで、14から15、16、17だから18、19、そう、ご注意ください。あと3年は
かかると思います。地道に頑張っていきたいなと思います。さあ用賀インターに詰まってる。そう、もう本当ね、この先にね大橋ができてからすごい詰まるようになったんでね、普段大橋を使わない人としては余計な分岐点かなと。使う人だったらいいんだけどね。そうでね、まあ2017、去年はもうほとんど動画なんかもね、そう見る線が多かったですね。ひたすらなんかね生き物系見たりとか、あと音楽系、ポチッと新ルートで案内します。そう見るのが多かったですよね。まあどっからライブでも言ったのかな、サエビとかサボリとかあの辺のなんか生き物がすごいね面白いのと、ちょっとね子供と一緒に見てて爆笑してたのが喋るインコの動画でもすごいね面白かったね。起きた、おはよう。そう、あとはその音楽系だったらそのなんだっけ FF とかドラクエとかの、ね、演奏系、FF だったらね、あのガイナシって人がいるんですけど、ドラムの人、あの人の動画すごいなと思ってて、でドラクエもね、なんだっけ、あの木琴、3人で木琴やってる人たち、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、あれなんかもね、作業用 BGM として聴いてる分で全然いいですよね、面白い。ほんとね、いろんなジャンル見てたりするのがね、やっぱり面白くて。ですね、あとはね虫食ってる人、あれもね個人的にすんげえハマって見てます。まあ、ちゃんとした明確な、ね、目標があってやってることなんだけど、おいおいそれやっちゃって大丈夫なのかって、なんか、ね、見てる側からして心配するものとかね、カブトムシの、ね、動画なんか生々しかったですからね。検索すれば出てくると思います。そうで、あとはねそのバイクのモトブログの動画なんかもね結構見てたりするんですけど、やっぱあれもねやりたいなと思いますね。その前にバイクなんとかせえやって今スクーターですからね。そう、ツーリングとかね旅とか面白いなって、めっちゃ気にさせてくれるのがいいですよね。そうだ、本当もねやっぱりその玩具に割り振るよりも旅行に割り振る分が多かったりして、ちょっとね今ね玩具のね興味度はそのままで、旅行とか旅とか電車系のね興味がねぐいぐいと上がってきてます。なんでねちょっと我慢しなきゃいけないなと思う部分はあり、そこを旅行に割り振ったりしてるんでね。そう、電車なんかも結構乗ってねあちこち行ったりするのも今面白いですし、まあ、動画には撮ってないですけど結構ね、そう地方のねローカル線とか乗りに行きたいなとかね思ってますね。そう動画もねちょっと電車系なんかも漁って見てると、なんだっけちょっと前の動画で2100系ドリミファインバーターの京急のプラレールだったんですけど、京急は本当ね自分が育ってきた中でもすごく絡みついてる路線で好きな私鉄、はい、間もなくカメラがありますよってとこですね。そう、およそ 2km 先大橋ジャンクション、ここカメラそれは良しとして、そう、その京急がすごい好きで、まあ、リアルタイムでね本当に追ってたのがね、まあ、1000系とか1500系2000系出たあたり一番熱がすごかった。で川崎駅から発着してる京急川崎、大師線で古い車両が使われてたんですよね。そうで、その古い車両がなんか四国だっけ、琴電っていう電鉄会社に今あるらしくて、今ねめっちゃそこ行きたいんですよ。
う設計、そのね、幅広い扉、片方だけ開く扉での、あとはそのボタン音っていうんですか、車内の音とか、まああいうのもね、ちょっとおよそリアルに感じたいなっていうのがあって、計画を練ってたりします。渋谷都心環状方面です。が三軒茶屋、だんだん混んできたな、やだな。ちょっとね、今あのご飯食べに葛西方面に向かってるんですよ。なんだけどこの先にね、大橋ジャンクションがあって、そこがいつも詰まってるんだけど、どうだろう。まもなく直進方向、渋谷都心環状方面です。もう朝からね、ここ乗ろうとするともうここちょっと先に分岐があるんだけど、そこですっごい詰まってるんですよね。で、洋画とか川崎の方までずっとね、ずらっと伸びてるから、もうちょいなんとかなんとか、なんとかなんとかなんとか。そう、ここのね、分岐を過ぎたらすごいね、今度はスイスイなんだけど、谷町の分岐でまた渋滞してることもありました。5km右方向、羽田、銀座方面です。この後ね、ちょっと夜10時とか11時ぐらいまでに帰れたら、ライブ配信でもやりたいなとか思ってます。 10km 以上、この先、左からの合流があります。ご注意ください。はい、ライブなんかもやりたいなと思うけども、さすがにね、ちょっとマックス2時間で考えたいなと思ってます。今まで5時間、6時間、7時間とかね、ちょっとありえなかったんで、もう片付けも本当進めなきゃいけないんでね、楽しい時間は少しね、見切りをつけてやめたいなと思います。で、ここが JR の渋谷駅。今ね、電車乗って移動するときいつも表参道で乗り換えたりすることが多いんですけど、渋谷で銀座線に乗るときってどうしたらいいのって言って、この前ね、銀座線の渋谷駅行ったらすごい遠いんですよね、あれ。駅員の人が表参道おすすめしますって固くなに言ってたんですけど、意味が分かりました。こんなに離れてんだと思ってね。ただやっぱりその作ってる渋谷駅は面白かった。ここね、ずっと工事してるけど、いつか完成するんだろうな。さあ、そして目の前、カメラに映ってない、映ってる、そう、東京タワーと左前方、中央でここら辺、六本木ヒルズが見えます。六本木ヒルズの前で、今ここ青山か、違う、青山トンネル、青山トンネルはここか、あ、ここだ、これが青山だ。そう、渋谷を抜けたあたりでございます。やばい、なんかこのね、スローになってきたの、谷町で詰まってるパターンじゃない。そう、目の前にそびえるのが六本木ヒルズ。まあ今年もね、ちょっと色々とこの建物の中にはお世話になりました。本当にありがとうございます。で、合体王の動画とかで、鳩の動画もね、そう、34階のそのルームっていう、ね、スタジオさんにお世話になって撮りました。まあ、かといってその、なんだろうね、 MCN だ、なんだろう、入ったら何かがあるってわけでもない。およそ 2km 先、谷町ジャンクション右方向です。右レーンをお進みください。ひっそりと色々とやらせてもらってます。まあね、もちろんシティなんかも勢いは止まったけどもね、どんどんやっていくつもりではあるんで、よろしくお願いします。いや、それにしても、この先、左からの合流があります。ご注意ください。カマン？カメ？違う、決まんないんだ。もう自分で言ってて何だかもう分かんなくなってますからね。あれすっごいびっくりした、自分でもびっくりした。あんなジャブ程度で出した動画なのに、まさかのスクラッシュ超えですからね。しかしね、その後開封して出した何番だっけ、185、 10km 以上先、渋滞が発生しています。そう、カマンライパーがまさかのね、
うわーじゃなかったのがすごいショックで、ちなみにあのね、総量だけで言うと、ケバン、およそ 1km 先、谷町ジャンクション、右方向、羽田、銀座方面です。右レーンをお進みください。はいよー。そう、ケバンライダーと、ケバンライダー2個と、カバンライパー1個、あの3つであの大きさの段ボールで、送料が5500円だったかな。結構高かったです。ただね、その、まあ、動画でも言ったんですけど、倍ぐらいの大きさ、空洞ばっかりの。まもなく右方向、羽田、銀座方面です。右レーンをお進みください。そう、倍ぐらいの大きさでね、梱包材とか隙間埋めるための紙が詰まってるやつで送料1万とかいかなかっただけね、まだもう本当救われてます。まあ国際送料だから高いのは当たり前なんですけど、無駄に高かったり、どうあっても理不尽な送料を請求してくる会社とかあるんで、この先合流があります、ご注意ください。まあ代行はね、本当今どこがいいどこが悪いとか、まあ僕の口からは言えないんだけども、いろいろね試していくしかないですよね。およそ 1km 先、一の橋ジャンクション、直進方向、銀座羽田方面です。まあ、大きさがちっちゃくても重たかったらまたそれはそれでね、送料が高くなるんで、一概にこの大きさでいくらっていうのは言えないのが、まあ、送料なので、この先左からの合流があります、ご注意ください。まあ、中華なんかもいろいろね届いてるんだけど、手つかずのものが多々あったりね、だんだんほこりかぶってるし、まもなく直進方向、銀座羽田方面です。そう、あの紀新戦記の天台橋の時にちょろっと出した超大型フックトイ、最大級のマックスボディのあいつあれなんかでも本当でかすぎるんですよ。なんでこんなもんフックトイにしたんだっていうぐらいでかすぎるんで、あれなんかね、もう1年ぐらいあのままだけど、ちょっとね撮影する場所がないんで、もうねもうあのままです。この先右からの合流があります、ご注意ください。まあ、あとはね、そのやんなかった動画なんかもちまちま埋めていきたいし、結局ね、そのじゃあいざ動画撮るべとか思っても、ね、急遽何かがあったりとか、その場ちょっと、ね、離れなきゃいけなくなったとかでね、機会を逃しちゃったも結構あって、急連なんかもね、ロボ系がもう全然進んでなかったり、エグゼイドも武器抜けてたりとかね、あるんで、まあそのうちちょっとやっていきたいなと思います。ただまあそのうちやっていきたいと思うって自分で言っててね、長い間放置してるのは多々あるんで、本当にね末永くお待ちいただければと思います。もうねすごい溜まってます。ただまあ本当ね、ちょっとまあ毎日投稿できる人って本当すごいなって、この前で別の動画でも言ったんだけど、いや本当すごいよ。もうおよそ 1km 先、浜崎橋ジャンクション、直進方向、羽田湾岸線方面です。まあね、まあ、人はそれぞれ環境がいろいろ違うと思うんだけど、やっぱり時間の管理がね、スケジュールちゃんとできてる人が毎日できるんだな。この先左からの合流があります、ご注意ください。やっぱどうしてもね、日々の生活があって動画に避ける時間、まもなく直進方向、羽田湾岸線方面です。その先 700m で左方向、空港中央湾岸線方面です。そう、限られた時間をね、うまいこと使うにやっぱり限度があるんで、まあ、取りだめできたりね、編集ためたりストックできたりっていうのがね、やっぱ理想なんですけど、できるうちにやっとくみたいな感じで、ちょっとね時間が空いた12月はもうねマックスで後半行きました。ただ1月がおお。1月の、ね、動画がもう全然ないんで、また間が空いちゃうかもしれないんだけど、で、うん、続いて左方向、空港中央湾岸線方面です。左側2レーンをお進みください。はい、目の前に見えるのがレインボーブリッジです。すごい綺麗。そうだ、1月もね間が空いちゃうかもしれないんですけど、何卒ご容赦のほど。まあ、本当ね、小ネタとかくだらないのいっぱいちょび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 作れたらいいんですけどね。とりあえずまずね、撮影場所をリセットしなきゃ。これが一番の目標。もうね、
年以上やんなきゃいけないっつって溜まってるからね。え、まあこの動画がアップされる頃にはもう投稿されてるから。有明ジャンクション直進方向、東関東道方面です。さあこれからレインボーブリッジに乗ります。そう、このね、家出る前にちょっと子供とね一緒にセルメダル数えてたんですけど、あれも結構な枚数あったんでね、ちょっと今後も集めていきたいなと思います。そう、ああいう風にね、あちこちに点在してるものを一箇所に集めることがね結構大事だったりします。お、すげえ、レインボーブリッジ超綺麗、虹色だよ。カメラで見えるかな、見えないかな、見える見えない。あ、このカメラのモニターからじゃ見えねえな。いや、レインボーブリッジがね超綺麗、やばい、これどうしよう、うまく撮れる、撮れたら嬉しいな。虹色なんですよ。およそ 2km 有明ジャンクション直進です。あ、これいいね、ここら辺サムネにしようかな。そう、お正月ライトアップすごいわ。で、横にすごいダッチイカツイ落として走ってるよ。あ、フジテレビもすごい、フジテレビがすごい、見えないよな。お、すげえ、カメラは正面しか向いてないから多分映ってないと思うけど、なんだこれ、外車のツーリングチームか。およそ、すごいのがずっとつながってる。有明ジャンクション直進方向、東関東道方面です。これもじゃん、会社のツーリングチーム。いやー、それにしても本当にね、もう皆さん2017年もまもなく直進方向、東関東道方面です。本当にね、ありがとうございました。ちょっとね、2018年もまあどうなるかいろいろ分かんない部分はあるんですけど、マイペースでねやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。結構じゃねえや、ソロソロで本腰入れてちょっとロボ系充実させていきたいなっていうのも。おー、すげえ、観覧車が綺麗。あれ、これまっすぐ、あ、いいのか、等間隔でいいのか、ね、よろしくお願いします。外車集団はみんな右行っちゃったね、ぐるぐる回ってるのかな、しとこう。ここもね、結構ね、火災方面綺麗なんですよ、これ。この先、合流があります。ご注意ください。まもなく直進方向、箱崎、浦安、東関東道方面です。ああ、そんなわけでね、だんだん目的地近づいてきたんだけども、ね、ここまで見てくださる。この先、左からの合流があります。ご注意ください。そう、ここまでお付き合いいただいた方いらっしゃったらね、本当にありがとうございます。今ね、新木場でございます。新木場、木場といえばあれですよね、武田浩平さんがね、また木場に続いて、およそ 2km 先、仮面ライダージャンクション直進で登場、右側3レーンをお進みください。そう、ここ最近というかね、まあ、ここ数年はね、ちょっと個人的に牛島くんがすごい好きで、 DVD 何度もね見返しててね、ホスト役で出てたんですけどね。そう、詐欺師連中と組んで、まあその人自身がね、ホストから詐欺師になったんだけど、その話とか面白くて。そうね、牛島くんなんかもね、特撮関係でもよく見た顔がいっぱい出てるから面白いんですけどね。
と長々ね、お付き合いいただいて本当にありがとうございます。で、右前に見えるのが葛西臨海公園の観覧車。直進方向、浦安東関東道方面です。右側3名、あれがまたね、すごい綺麗なんですよ。最近ちょっとね、ツイッターでもね、チラチラ見えるソープカービング、石鹸彫刻みたいな感じですごい綺麗。お願いいたします、ね、次の年末までまた頑張っていきたいと思います。マイペースでマイペース大事ですから。いや、これから帰れるかな。続いて左方向、神奈川通り葛西臨海公園方面です。そう、10時ぐらいまでに帰れればね、ライブのね、音声放送できるんだけど、70円です。カメラつないだ放送はね、きついんで。何がきついって、スマホがきつい。およそ300メートル、今までね、左方向です。お墓でライブとかね、森でライブとか散々やったけど、スマホの電波がね、あんまりよろしくない。まもなく左方向です。左へ入ります。入れてください。ありがとうございます。左です。了解です。そう、いつ終わろうか。はい、葛西でございます。なんかおよそ 2km 先、左方向です。なんかステーキ屋さん行くとか言ってたんだけどね、どっち行くんだろうね。なんか村山ってすごい美味しいステーキ屋さんがあるのと、あともうちょっと先に行くとね、東洋町があって、ビリザキットがあるんですよね。そう、ブラックビット、あそこもね、何度か行ったけどね、一度も平田さんはいなくて、運が良ければいいらしい。はい、ね、そんなわけで、以上トヨハピでした。ご視聴ありがとうございます。これ何回も言ってるよね。そんなわけで、もう本当に切ります。では、さようなら。ちなみにね、前にね、鎌田くんがいます。可愛いです。ではまた。